大家好、皆さんこんにちは。ウーマンセラピーまさこ様の食卓です。ご視聴ありがとうございます。私のことはお気軽にまさこ様とお呼びください。今日はレンコンサンドイッチを作っていきたいと思います。たまたま小さなレンコンが安かったんですけれども、他の大きなレンコンでもやってみてください。いわゆるレンコンの挟み揚げなんですけれども、お肉を使わないで作りました。結構レンコンのシャキシャキでボリュームの方でも満足するハンバーガーのような感じの仕上がりになりました。豚肉や鶏肉を使うところを今回テンペに置き換えてます。テンペをみじん切りにします。もしない方は、お肉使う方はそちらで作ってください。これを少し水にさらします。このテンペ1つで約2人分です。テンペは納豆に近い味なんですけれども、納豆といえばやっぱりネギですよね。テンペ自体には粘りがないので、このネギのぬるぬると、あと片栗粉を利用します。形がうまくいかなかったレンコンもここで一緒にみじん切りにして具の中に詰めたいと思います。片栗粉入れます。で、納豆といえばやっぱり醤油です。握れる感じがミンチ肉のようになりました。はい、それではレンコンの中に詰めていきましょう。レンコンの穴の中に入れるんですけれども、横からはみ出てくるので、それを周りから押し込みます。うまくいったらお好みでチーズも挟み込みます。チーズを入れることで照り焼きとのコラボレーションですね。お腹がいっぱいになります。これでお腹いっぱいになって、ご飯やパンを少なくできたら糖質制限できます。次にこれを焼いていきます。少なめの油で裏と表を焼いていきます。もしテンペじゃなくって豚肉とかそういう肉類使ってるときは、中まで火をよく通すためにちゃんと蓋を閉めて蒸してください。それでは照り焼きソースを作っていきたいと思います。同じ量の砂糖と醤油をフライパンで煮詰めます。砂糖が飴状になって少しとろみが出てきます。そしたら、めんつゆを少し加えてください。とっても簡単に和風な照り焼きソースが作れたと思います。表面にちょんちょんとつけるだけで大丈夫です。レンコンが余っていたら油で揚げて塩で味付けするか、先ほどの照り焼きの残りを使ってください。はい、完成しました。